ユニバーサルスタジオジャパンに来ましたということで、いつぶりだろう、中学生ぶりぐらいだと思うんですけれども、久しぶりのユニバーサルスタジオジャパン楽しんでいきたいと思います。はい、久しぶりにユニバーサルから新たなキャラクターを描いてすごく楽